はい、皆さんこんばんは。9月11日月曜日、しゃべくり松代第359回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、松代全体ですね、朝からですね、やっぱ朝日の出が遅くなりましたし、それとですね、少しやっぱり寒いっていう感じですね。でも日中はですね、やっぱりね、日差しがまだまだ強いですね。そんな松代でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町にあります NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会理事長のですね、加山敦美さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、第7回自治体学会賞という形ですね、2017表彰者という方で表彰されましたけれども、その受賞の理由ですとか内容、選考ですかね、そういった表彰に関わったもの関係ですね、どういうふうになったのかっていうのをですね、ちょっと加山さんにお聞きしたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは自治体学会とかっていうですね。そうですね、自治体学会っていうのはこう30年ほどになるんですけども、はい、全国の行政職員とか大学の先生方、はい、それからまた議員さんとかですね、はい、市民の皆さん方が各地区の自治体をより良くしようということで研究し合っている研究団体ですね。はい、はいはい、分かりました。はい、今回ですね、私夢空間として受賞者っていうのは、これも田村明まちづくり賞っていうのがありましたですね。はい、こういった形ですね。そうですね、田村明さんっていうのがですね、はいはい、この自治体学会を創設した方の一人でもいらっしゃって、ええ、大変中心になって引っ張ってた方なんですけど、ええ、ちょうど7年前に亡くなられてですね、その方の基金的なものを遺族からいただいたものをベースにして、田村明さんのまちづくり賞というのをですね、はい、毎年送るようになったということで、今年で7回目ということなんですね。はい、はい、この中でですね、この自治体学会賞っていうので、このまちづくり、はい、で今回はまちづくりの団体と、もう一つは研究奨励賞ですかね、はい、こういったものがありました。はい、実際に行かれて、向こうは 何人いらっしゃるんですかね。2つですかね、団体としては2ついただいて、はい、もう一つは論文賞が1人ということで、うん、2団体が表彰されましたね、私たちの。はい、はい、これが行った時の、はいはい、そうですね、これは東京大学の先生が副会長さんということで、はいはい、直接表彰いただきまして、その後、はい、プレゼンっていうんでしょうかね、はいはい、夢空間の活動内容について、はい、パワーポイントで10分近くなったかと思いますけれども、ご紹介する機会がありました。はい、なるほどですね。はい、こういったこともありました。そうですね、はい、これは西村幸雄先生っていう東京大学の先生ですけどね、はい、真っ白に非常に縁のある先生ですけども、はい、こちらが山梨県の方、こちらは議員の方ですかね、表彰されました。はい、はい、それからですね、さっき言いました、夢空間としての、ちょっとこういった取り組みみたいな形もちょっとお話ししてもらっていいですかね。そうですね、夢空間の活動っていうのは、はい、平成13年に立ち上がったわけですけども、はい、中心市街地を活性化しようっていう信州松代まるごと博物館構想という構想が行政の方で立てられまして、それをですね、はいはい、行政任せにしないで市民参加でやってこようということで、うん、100名ほどの方々が集まって、はい、立ち上がったということなんですね。それで今、はい、ちょうど17年目ということなんですけどね、さまざまな活動を行ってきました。はい、はい、今までいろいろなことをやってこられましたけど、夢空間とすればいろんな冊子ですね。そうですね、こういった冊子をですね、はい、作るということで、これはですね、はい、街歩きをいろいろとやっていく中でですね、その地域にあるいろんな資源を一つ一つ掘り起こしていって、それをこうつないでですね、一つのコースにしていこうというようなことで、20校相当今まで街歩きのコースを作って、そしてまたそれをですね、マップや刷新するといったような形で、こういった冊子がですね、いろいろと作られてきてますね。で特に各地区ごとにですね、わっと今調べてみるとすごいなと思うんですけども、豊坂とかですね、はい、西条とか、はい、寺尾とか、はい、清野とか、はい、東条ですか、はい、町代とか、はい、などそれぞれですね、はい、
地域単位でもって、村単位でもってこの掘り起こしをしてきたというのは、随分とこれ、はい、あの頑張ったなというふうに改めて思いますね。はい、松代は1町5ヶ村っていって5つのこのね、はい、部落で合併して松代になって、ね、まあ一つ一つこれ見るとね、結構お宝があるっていう形になりますね。そうですね、町の中だけじゃなくて、この東城なら東城の中の資源を一つ一つ掘り起こして、実際に歩いてですね、はい、それをこうと冊子にしてマップにしてコースにするっていう、うん、ものすごいエネルギーを使ってるかと思うんですけども、うんうん、これはあの1年1年1箇所ずつ積み上げてきたらば、全部の市町村というか、6地区ですかね、形になったというようなことですかね。まあ、現在でもこういう形で、ね、毎月1回もしくは2回いろんな街歩きをやってはいますけれども、実際にあのコースを作ったものをですね、今は月 1,2 回の形でもって一般の方々に参加していただこうというようなことで街歩きを精力的にやってるわけですよね、はい。まあ、あとこういったね、これなんか街づくり研究会とかっていう、街づくり研究会っていうのは月1回今ですね、6年目くらいになるかと思うんですけども、やっぱり地域の課題を先生を呼んできて一つ一つ掘り起こしながらどう取り組んでいけばいいかっていうようなことを研究する、6年目っていうか、あの、まあ、八代線が廃線になってからの危機感からこう取り立ち上がったってことですかね。でこっち の, あの上の方はあのいろんな人たちがですね、あの町づくりに取り組んでらっしゃいますので、やっぱり交流し合ってですね、はい、あのあと互いの情報交換しながらよりよく町を良くしようといったような取り組みになるかと思いますね。はい、今先ほど言いましたけど、あの、まあ、この町建の関係ですね、はい、その加藤線なんていうのも廃線に関わって、そうですね、はい、こちらの方がですね、その町建というか町づくり研究会の中から出てきた中で、真っ白の駅舎を廃線になった後のですね、駅舎をなんとか活用できないかといったようなあのことをですね、みんなで研究し合って、提案していくというようなことで冊子も作ったりとかしましたね。あとは、まあ、夢空間とすればですね、今、樋口家住宅であったりとか寺松商家というのもね、管理運営と管理、指定管理みたいな形もやってますので、そうですね、あのまあ、と掘り起こしっていうんですかね、歴史的な文化遺産を掘り起こしていく中で、やはり、はい、歴史的な建物っていうのが非常にあの多く残っていると。で、それは行政が整備したものを、はい、じゃあその夢空間として管理運営に携わろうということで、まあ、樋口家住宅、はい、それともう一箇所寺町商家ですかね、はい、というようなところもですね、今現在、指定管理者として、取り組んでいるというような形でやっているところでございます。はい、分か、はい、りました。まあ、あとですね、こういう形で先ほど言いましたけども、自治体学会、賞、田村明まちづくり賞という形ですね。これもちょっと説明していただきたい、ね、そうですね、これが実際に山梨まで行って、はい、いただいてきた表彰状なんですけど、まあ、自治体学会の理事長さんはあの西村幸男先生、東京大学の先生ですけども、うんうん、自治体学会の実践的活動の模範であり、特に優れたものと認められるというようなことで表彰をいただきました。はい、はい、まあ、あとこれも一通り新聞にもちょっと取り上げていただいて、ね、いろんな形で報道していただいたんですけど、はいはい、まあ、非常にあの小さな町の小さな団体に対して全国のこう学会がですね、うん、認めてくれたっていうか見つけてくれたっていうんですかね、うん、まあ、非常にあの私どもびっくりしたんですけども、うん、なんで表彰していただいたんかなってことを本当にあのつぶさによく活動内容を知っていただいてですね、うん、評価していただいたというのはすごくありがたかったかなというふうに思いますね。はいはい、これも新聞には出ていましたけど、はい、町づくりを学ぶという形ですね、学生さんが来たという形になります。そうですね、ここのところ、はい、あの年間に相当数50団体くらいはあの町づくり視察ということで夢空間に訪ねてこられる方がいるかと思うんですけども、はい、まあ、これはですね、立正大学の学生さんが、はい、地域の経済を活性化するための町づくり実践に学ぶということで、はい、うん、先ごろ真っ白お伏せということで泊まりがけで来ていただきまして、はい、真っ白にも一泊二日で来ていただいて、はい、町を案内するとともに、うん、夜はですね、はい、地元の町づくりに取り組んでらっしゃる方々と、はい、まあ、
交流し合うといったようなところ、あのこともできましたですね、大半の有意義だったかと思いますね、はい、まあ、ある程度町 の、 あの一端っていうのを知ってもらうこともできたという形になりますかね、はい、特に若い人たちに知っていただいたというのはありがたかった、うんうん、なるほどですね、はい、まあ、あと先ほどのこの表彰の中でですね、まあ、こういった盾もいただいて、ね、さっき説明が、まあ、こういう形ですね、ちょっとこれも見ていただきます、はい、田村明さんという、ね、はい、その、はい、学会賞の、はい、まあ、この方を記念にして学会賞が作られたと、なるほど、いうことなんですね、はいはい、まあ、この裏側にですねちょっとまた違うものが入っていますのでちょっとこれ見ていただきます。長野市真城町の歴史的を生かした地域住民の主体の町づくりということが、うん、まあ、評価されたということなんですね、はい、まあ、一番ね、はい、まあ、そういういい賞をいただいたという形になりますけれども、はい、その他にですね、まあ、こういったその夢空間としての取り組みっていうんですかね、まあ、こういったこと松代学講座っていうのがやりますね。これは新米さんちょっと出していただいたという形ですね。あの毎月1回ってあるのは月じゃなくて年にですね、はい、6回ほど発足当初から、はい、この松代学講座というのを開催してきてるんですね、うん、はい、で、あの意外と地元のことをお互いが地元のことを知らないっていうんですかね、はい、いう中でやはりきちっと歴史的なことを学びながらですね、はい、そしてそれをこう町づくりに生かすという中で、うん、この町小学講座というものをね、はい、ずっとやってきたわけですけれども、はい、まあ、今年はたまたま御田目生誕300年ということで、はい、前期にこの3回シリーズで、はい、学びまして、今度後期もですね、はい、3回ということで計6回の講座を組むということで、うん、あの真田丸、去年真田丸の以降の中間の中でですね、はい、だんだんこう財政が急防していく中で、この女房が活躍されたと、はい、いったようなことを学んでですね、はい、来たわけですね。なるほどですね、はい、まあ、もう一つあの古地図なんてのもあったから、ちょっとそれも説明していただきます、はい、そうですね、あの、はい、この松城はですね、こちらが江戸時代の地図なんですね。ちょうどこちらがお城があるんですけども、この地図の中にこう現代地図を重ね合わせた時にほぼ全部重なってくるの、この白いのがね重なったところで、ちょっとこの、あの新しい道だけがいくつかありますけども、全くあの江戸時代の古地図で歩ける町といったようなことが言えるかと思いますね。こちらはまああの現代地図なんですけど ね、 どね、ちょうど重ね合わせてみたと、はい、いうことなんですけども、まっちろはそういった面で、江戸時代 の、 その道なりはほとんど変わってないということでですね、うん、江戸時代情緒をあの味わいながら、うん、実際には歩いていただけるんかなって、そんなふうに思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、あと、まあ、それを踏まえてですね、まあ、平成19年この11月に 、はい、総務省総務大臣、はい、からね、表彰されたというので、はい、ちょっとあちら見ていただければあれだけど、はい、そうですね、これは自治体があの方ですね、その総務省の方からの表彰ですね、うん、そうですね、地方自治の施行で60周年という中で、ね、はい、各地区で、自治体に貢献した、自治体の発展に貢献した団体に表彰するということで、これ東京まで行って表彰を受けてきました。なるほど、ね、はい、そのお隣がね県知事賞っていうので、ね、これは20年の9月に受けましたですね。そうですね、これはあの村井知事さんがですね、はい、表彰してくださったんですけども、はい、元気づくり支援金の年間の活動の中で非常に優れた、うん、活動をされたということで、うんうん、県知事表彰になったかと思います、ね、はい、はい、まあ、今回もこの御田目の関係も、元気づくり支援金の活用という形になりますよね、はい、そうですね、はい、まあ、はい、そういったことも、まあ、この町歩きセンターも実際元気づくり支援金少し活用させていただいた、あ、そうですね、はい、あのやっぱりこう修復するって言うんでしょうかね、はい、やるためにはお金が必要だったんで、うん、まあ、そういった元気づくり支援金等をあのいただきながら、はい、助成もいただきながらあの作ってきたという中で、うん、はい、ありがたい支援だったかと思いますね。なるほどですね、はい、まあ、こういったものを踏まえてですね、まあ、これからですね夢空間とすればどんな取り組みをしていくのかとか、理事長として何か、お話しいただければいいと思います。そうですね、今まであの、はい、十何年もかかってきましたけども、はい、真っ白にあるいろんな資源、歴史的な文化資源をですね、
掘り起こしながら、非常に真っ白は素晴らしい町だってことがみんな分かってきたかと思います。これを生かしながらですね、はい、やはり観光誘客とかですね、地域経済発展といったものに結びつけながらですね、はいはい、まあ、さらにはやっぱり今インバウンドということで海外から真っ白に誘客するっていうこともとっても大事なことになってくるかと思いますので、その辺の取り組みにですね、発展できれば、はい、ありがたいかなと、そんなふうに思ってます。なるほどですね。はい。はい。まあこれからもですね、はい、頑張っていただきたいんですけども、はいはい、まあ、いずれにしてもいろいろな人との共同っていうんですかね、はい、やりながら、まあ、活性化っていうんですかね、そうですね、そういったこともやっていかなきゃいけないなっていう、はい、まあ、引き続いてやっていくという形でよろしいですかね。そうですね、みんなで街を良くしようということで、はい、頑張っていければいいかなということで、皆さんと ご協力いただきながらやっていきたいというふうに思います。はい、わ、はい、かりました。今日はどうもお忙しい中、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも、お疲れ様でした。皆さん、はい、素晴らしい賞をいただいて、そうですね、私も知らなくて、うん、新聞で知った申し訳ありません。いや、みんなね、みんなそうなのよ。すいませんで、で、はい、急に連絡来たみたいで、はい、全然分かんなくてね、はい、はい、はい、ですね、これ長野市のね、秋を、もう秋、もうこれから秋、ね、もう秋のね、予想、ね、はい、まだちょっと早いかもしれない、はい、でもこれカタログはね、うん、秋ね、はい、こういう形でね、長野市飯綱もそうです、木梨もそうです、戸隠ね、まあ、若穂松代もあります、信州新町ね、こういったところのね、いいところをね見て歩けるかなっていう、こういうパンフレットがねちょっとできたんです。で、町歩きセンターに置いてあるのでね、ぜひ来ていただいて、これを、ま、元にですね、長野市内のところをね回って歩くっていうのもいいかなと思います。はい、こういうあれお金もかけてありますんでね、いいと思いますよ。はい、宮坂さんもどうぞ行ってくださいね。はい、ということで、はい、来週は、はい、宮坂さんですね。あ、私ですね、はい、うん、これはすごいよ三田さん。え、ちょっとここ空いてますね、うん、これね、やっぱり嫌われている50年って言うでしょ、うんうん、やっぱりこれ開けとかなきゃまずいな。そうそう、あえてね、こういうふうにしたの、物はいいよですね、そんかし大きいでしょこれ。ね、ちょっと考えたの、さすが三田さんですね。はい、わかりました。いいですよね、はい、まあ、いい、はい、でどうすんの宮沢さん、はい、宮沢さん来ていただくんだけど、うん、何をやるっていうの、ね、この方は、まあ、ここに書いてありますけど、ね、うん、有害鳥獣、うん、野生というかね、うん、有害鳥獣を、ね、駆除されてる方なんですよ。鉄砲撃ち、鉄砲撃ち、でですね、まあ、鉄砲撃ちの方なんですけども、うん、面白い話が、ね、あるんですよ。それをねご紹介しようと思って、うん、あ、まあ、ちょっとねドラマの、まあ、予告じゃないですかね、うん、ちょっと、ね、熊に食われちゃったとかと本当によくわかるじゃね、本当にそう、本当にそうなんですよね。たまたまその時はね、うん、猟銃を持ってなくて山菜取りに行ったらしいんですよ、うん、宮沢さんが、うんうん、たまたまその山菜取りに行ったら、うん、その大きい熊、2メートル以上もあるような熊とばったり出会っちゃって、うん、それで連れてった、まあ、猟犬かな、うん、猟犬がその、犬だと、うん、だってことなんで、まあ、猫じゃなくて犬、熊じゃないもんね、まあ、犬を連れてったんだけど、はいはい、その犬がね、うん、震えちゃって、宮沢さんの足にもうしがみついてね、震えて、犬が、そんなことあんの、そう、震えたって、それでね、もう絶対絶命ですよ。うん、ね、うん、熊は2メートル以上の熊が来る、うん、その犬は宮沢さんの足にしがみついて震えてる、うんうん、絶対絶命、うん、それどうしたの、それは次の話、うん、ドラマの予告みたいな、わ
ですよ。花火でボーンってやったりとかってそういうのはないの？花火持ってない。あそう、手ぶらっていうか何も持ってない。あ本当丸腰だ。あもしかしたらくしゃみして驚かしちゃった。そんなことないね。それはね来週ぜひお楽しみにとドラマの予告みたいでしょはい、いいね、いいでしょ、うん、はい、じゃあ楽しみだわ、はい、ということで、はい、来週本当ね、そう、うん、あの毎週そうなんですけど来ね、皆様ならないください、はい、来週のしゃべくり祭りはどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。